2000年の3月10日に開局しました FM 泉、周波数は 79.7MHz です。仙台市泉区を中心に仙台市内全域に放送しています。もうビル入ってはいけませんと、うん、もしかしたらこのビルが崩れるかもしれないというようなことで、スタジオに戻ることはできませんでした。もう放送は諦めました。ただ私はですね、こういった時のためにこのラジオ局を作ってでずっと備えてきたわけなんですね。99% の確率と言われる日本だけではなく世界で一番発生確率の高い宮城県沖地震の時に必要な生活情報、身近な情報をラジオを聞いている皆さんに伝えるというのがこのラジオ局の役割だと思ってきましたから、そして防災士という資格も取って防災のコーナーをずっと担当してきたわけなんですね。こういった時に何もできないっていうのが非常にこうじくじたる思いがありました。そうしましたらば NHK 仙台放送局の前にの大型のテレビがありまして、そこにこう人だかりがあってですね、皆さんこうテレビからの情報を仕入れている、またラジオが入り口に置いてあってラジオに耳を傾けている集団もありました。皆さん本当に情報を欲しがっていたわけなんですね。スタジオに入りまして泉中央の状況を伝えました。それはそこまでNHK 仙台放送局に到着するまでの間の見てきた様子もリポートをしました。で、泉区役所、歩いても5分のところです。区役所から放送させてもらおうということで機材を入れて、立ち上げて、で、震災の翌日の午後1時には放送を再開することができました。それから翌日家屋新報さんの朝刊が家に届いているんですよね。その朝刊をから情報をピックアップして放送することができました。あとはスタッフがですね、街をとにかく歩いて食べ物がどこで手に入るかという情報を一つ一つもメモをしてきて、で翌日はまだ携帯電話がつながりませんから、情報を得たらば区役所に戻ってきてスタジオに情報を入れて、また取材に行って情報を得たら戻ってきてっていうピストンで取材を繰り返した。営業的な収支を上げるためだけであればラジオの存在っていうのは非常に薄れるんですけれども、ただしライフラインが途絶した中で必要な情報、命をつなぐための情報を伝えるというためにはこのラジオっていうのはとっても必要だというふうに、震災の後私は、確信しています。 FM 泉として持っている機能を最大限に生かして防災・減災に役立てていきたいと思っています。FM 泉を応援してください。